久保さん僕ネットビジネス歴18年にしておきましょうかいやね長いですよね18年はねまあまああと2年で20年で早く20年って言いたいですけど <laughs> 僕は22ぐらいですからねネットに出会ったのがうんそうそれからねまあお客さんと同じポジショニングですよね要は情報を探してるネットで稼げるらしいぞっていうのを知ってそこから18年ですよ早いですねで今は実際にねネットで自由にこう暮らしてるわけなんですけども なんかね、あのー、僕がネットを18年見てきて思うことが、もう本当ね、みんな本当に、まあ、これ、奥間長者合宿でも何度も多分これからも言うと思いますし、言ってきましたけども、やっぱね、みんな消えていくんですよ。で、この消えていくっていうのは、やっぱ久保さんも長いので、これを共感し合えるんですよね。本当に吉田さん消えていきますね、みたいな <laughs>。残ってんのいなくないですかみたいな。これを長くやってきたからこそ、ずっと言えるんですよ。だってみんな、これからもどうせ消えるの分かってるんで。 だからまあ、なんだろうな、勝てるなっていうのもあるし、あとブログを僕が更新始めたのもこれなんですよ。ほとんどネットビジネス始める人って、まあブログやったりとかするんですよ、名刺代わりでね。だけど、ほとんど更新止まりますよ。マジでこれもう例外なく、ネットビジネスのなんかコンテンツビジネスやってる、情報商材やってる、で、その自由に生きるみたいなブログを作って、まあ止まりますね、更新が。 で、それを僕はもう、あ、この人なんかまたやってんな、じゃあブログやってんだ、見てみよう、あ、止まってる、止まって、もう何度見てきたかわかんないんで、だから僕は、あ、僕がそういう、まあ、ブログにアクセスした時に、やっぱそういう感じになるんですよ。あ、結局、あれ、この人最近更新してねえな、みたいな。<laughs> でも僕はね、3年今更新してるんですよ、毎日。で、かなりね、 あのブログ信者も出てきたんですよね。毎日毎日ブログをチェックしていただける。要は毎日ブログをチェックしてもコンテンツが日々更新されるのでチェックできるんですよ。でも他の人はチェックしようがないんですよね。更新してないから。うん。そうだからね、あのブログに関しても、まあ、あ特にブログなんかね、まあ、YouTube もそうですけども、ブログも毎日更新なんかできないので、これ続けたらもう勝ちだなっていうのは目に見えてますね。 だや,ってきたこやってきたからこそ分かるっていう先出しじゃんけんですね。先出しじゃんけんで勝つっていう。<laughs> やってきたからこそ分かる。先出しじゃんけん。うん、なん多くの人は、そのやったことに対して本当に稼げるかどうかっていうの不安でしかないじゃないですか。でも、10年とかも、そんぐらいこうやってくると、やればもう勝てるっていうことが分かるから、先出ししても勝てるんですよ。うん 先先出出ししししてもね。だかかららその先出ししたた、ことがお金にならなかった今はお金にならなかったもう将来お金になる要は将来お金になる種になる種になるってどういうことかっていうとその日々の積み上げがお客さんとの関係性を構築してそして結局商品が売れていくっていうことに繋がっていくっていうことが分かってるのでだから今お金にならないこともガンガンできるんですよねやってきてるから,だからそれが結構強みっすね他の人はここが見えないんでだって続けないでしょだから見えないんですよ 先出しじゃんけんで勝つ方法。後出しじゃんけんならみんな勝てるじゃないですか。ね。後出しじゃんけんって絶対勝てますよね。だって後出し出してるんだから。だけど、先出しじゃんけんで勝つって、結構、それどういうことみたいな <laughs> え。え、負けるやんって話じゃないですか。普通に考えると。先出ししてるんだから。後に出されたらね。負けますよね。これが普通の話ですよね。でも、先出しで勝てると。今、結果が出てなくても、結局結果が出るっていうことが分かっていると。 いってらっしゃい。